1995年5月17日、ハヤブサを中心として新たに生まれ変わった FMW の歴史が幕を開けた。新世紀を迎えた FMW マットは、最大の勢力を誇るリーサルウェポン、松永光弘ら新生ウィング、そして超新生ハヤブサをエースとする新生 FMW、 この3軍団のスクランブルバトルを中心に激闘を繰り広げていった。一方女子も工藤めぐみ、コンバット豊田ら正規軍と、バッドナース中村、シャーク土屋らマッドドッグミリタリーズの構想が激化、新たなる戦いの局面を迎えようとしていた。そんな中で新生 FMW のエースハヤブサは、最強外国人レスラーザ・グラジエーターとのインディーの枠を超えた戦いを開始した。前回のビデオでは1勝1敗の互角の成績を残したこの頂上対決、果たしてハヤブサはこの最強の敵に対してどのように立ち向かっていくのであろうか。さらにウィング、リーサルウェポンによるデスマッチ路線もエスカレートの一途をたどった。特に松永とミスター・ポーゴの構想は月光闇討ちデスマッチ、アンダーテイカーデスマッチと激しさを増していった。このデスマッチで2連勝し勢いに乗るポーゴは、松永に対してファイアーデスマッチでの対戦を要求、完全に抹殺することを宣言した。そして崖っぷちに追い込まれた松永は必勝の思いを胸に秘め、この日を迎えた。FMW 来てからはね、まだミスターポーゴに負けっぱなしなんで、ここらで帰りは返したいし、ファイアーデスマッチは過去2回ウィングの時にやってますけど、まだ一度も負けたことないんで、今日は自信あります。今日負けたら、そうですね、ウィングはもう終わりじゃないかと、こんな負けっぱなしではね、もう終わってしまうんじゃないかという切羽詰まった気持ちが本当ありますんで、今日は絶対勝ちます。松永、てめえ覚えてるか、3年前の今頃てめえファイアマッチで俺を進めやがったな、面白いじゃねえか。てめえ、あの頃の松永と今の松永、今の松永は古くなんだよ、あいつは。そのために今日俺はとことんあいつにファイアの恐ろしさを見せてやる。本当に根性があるんだったら、本当にな、根性があるんだったら俺をもう一度3年前のようにてめえできるか。俺にな、てめえの根性見せてくれ、少しでも。でも俺は負けちゃいねえ。てめえを火の海に放り込んでやる。まずは8月29日アドバースポーツセンターで行われた、松永さん対ポーゴさんのファイアーデスマッチからいきたいと思います。解説は、ウィング金村と保坂秀樹で、松永光弘さんでいきたいと思います。
松坂さん、これは今からどれくらい前でしたか？この部屋ですと8月29日ですね、はい、どういう感じでしたか？これ一回カナオもやってるから分かったんですよね、一歩間違えば大惨事だから、うん、ファイヤーだけどね。でもこのスタイルっていうのはウィングでもなかったですよね、二面ユーステッセン、うん、なかったね、うん、僕のやった時はあのユーステッセンにこう布を巻きつけてやっただけなんですけどね、これは正式にはライトアウトマッチの次でしたよね、シングルは。そうだね、ファイヤー自体っていうのが船橋以来ポーゴさんとの、うん、この相撲どっか消えちゃったからね、もうこれで最後になるかもしれないね、うん、かなり気合入ってましたね、この時の松永さんは。そうだね、まあ後から出てくると思いますけども、うん、自分と松永さんのシングルとか、松永さんこの時デスマッチがいくつありましたか？デスマッチは大きいのは 1,2,3,4 つ、大変なシリーズ、4大デスマッチ、ウィングの時も含めて一番きついシリーズだったね、このシリーズは。いつも見慣れてるのは見慣れてるのはありますけど、松永さんと大久保さんとの空間がエスカレートしていくっていうのはありますよね。そうか、毎回頼むになりますもんね、見るために解説忘れて、なんか試合見ちゃうね、これ、はい、俺は見てないからね、やってたからね。これはもうウィングどこからやってたんですか？やってないね、これは。ユーステスで8幕っていう、最初から巻いたのはよくやったけど、途中でこういうふうにしたのはなかったかな。まあでもここでとどめ刺しとかないからね、ミスターコーヤマトノオロチ。僕はこれはないんですよ、コーグさんされたことは。一回大阪、京都かどっかであったんですけども、そんな腕だけだったんですけどもね。まあ万能狂気というか、いろいろついてるから、チェーンもついてるからね。2回目のファイヤーデスマッチ、フレディとやったのがこの近くだったんですよね。そうだね、そうだね。ここで勝っとかんとね、時代を変えなきゃいけない。リングサイドで見ててもね、あれですよ、本当に言葉一つ出なかったですもん。こういう時になると非道、自分と保坂っていうのはもう大変なんですよね、リングサイドで、惨事をとにかく止めないといけないという緊張感と、前コラケンもね、松田さん燃えてるじゃないですか、そういうのもありますからね、もしかしたらでもあったから、見てて怖かったですよ。でもまたファイヤーもやっていかなきゃいけないね、まあここでこの人見なくなったしね、時代変えなきゃいけない、どんどん楽しくなった。いいですかね、これは一番それもいいですよね。これ少し変化したんだよ、今消えてるけど、この時、後楽園を思い出しましたよ。後楽園のライトアウトマッチもすごかったですからね。このシリーズは、自分は松永さんとやってて、セコンドだけでも、本当気を使ったよね。この後楽が熱いですか？いや本当この時はこっちに降りてきてくれって言ったんですけど、松永さんもうバーッと逆の方に行ったんですよね。なんだ金村たちもやんなきゃいけない。
ハヤブサもそうだし、だから松永さんに前から言われてた、いずれは僕や保坂が松永さんとね、こういうデスマッチをしなければいけない、そういうのはもうある程度覚悟は言ってますけど、それまでに俺とか保坂、非道が名前を挙げていかないとダメだと思ってますけどね。これがフェイスクリッシャーで、ただ、2、3、で、これ終わってみてどうでした？うまく勝ちたね、まあだけど、これで勝たないとね。でも完全な1、2、3、これが初めて、シンプルで。いや、そんなことウィングの時は何回やってる。あ、そうですね、リンシスリーパーとか。だけどこんな気持ちで勝ちたくさん、こういう試合できるようにやりますので、うん、そうだね、今度みんなでこうやってこういう試合を超えていかなきゃいけないからし、やっと候補が勝てました。札幌で必ずレーザー倒してデスマッチになってみせます。俺はウィングの一員で、死んでもウィングを守ってみせます。ウィングの一員ですけど、エイダさんがこの世に出したデスマッチを必ず絶やさずに自分が王者になってみせます。世界ブラスナックヘビー級選手、団体の創始者大仁田敦が残した FMW 最強の象徴でもあるベルトである。新生 FMW のエースハヤブサはこのベルトに関してどのようなこだわりを持っているのだろうか。そうですね、やっぱりあの5月5日で大仁田さんがかけてくれて、あの時に僕は取れなかった、で要するに大仁田さんが僕らに残してくれた遺産、そして僕らがこれからそれを目標にしていくっていう、そのベルトをみんなで競ってどんどん価値高めていって、そのベルトを巻くことに対してもっとみんながこだわり持てるような、胸張って巻いた時は胸張って言えるような、そういう騎士のしゃべりとしたいと思いますけど。そもそもこのタイトルはハヤブサが95年6月27日大谷久勝との王座決定戦で一度は手中に収め、しかし彼は試合後その場で王座を返上してしまう。一体なぜこのような行動に出たのだろうか。6.27 で後楽園ホールの方で、あの大谷とシングルやって、で一応ベルトタイトルマッチだっていうことをやったんですけども、まあ、勝ちはしましたけど、とりあえずあの僕が思ってるあの FMW の新生 FMW のこう全員参加でみんなで競い合っていくっていうような、そういう感じのあれとはちょっと違ったような気がしたもんですから、あのタイトルマッチをやる前からそういうふうなことを考えてて、で勝てもしも勝てたら会社の方にちょっとその話をしてみようと思ってて、で今回それを会社がとりあえず受け入れてくれた形で、あのこうやってリーグ戦やってもらってるんですけども、ハヤブサが提唱した全員参加の王座決定戦は、選ばれた選手が総当たりで争うリーグ戦グランドスラムとして実を結んだ。そして FMW 最強の座を目指し、各軍団から8名のレスラーがエントリーされた。 FMW から第1回ヤング・オブ・インディペンデント・リーグ戦優勝者田中雅人、先シリーズ今シリーズとも自分にとって辛い一戦が続くんですけど、ヤング・インディペンデント・リーグの優勝者として恥じない試合をしたいですね。それで今シリーズと次のシリーズでいい成績を残せれば、また自分にとって次につながると思います。ウィング代表ヤング・オブ・インディペンデント準優勝者ウィング金村、ちょうどこのリーグ戦やる前にありました、ヤング・オブ・インディペンデントで
まあ、僕は優勝できなかったんですけども、あれでも、まあ、FMW ウイングから若手が6人で出会ったわけですけども、まあ、僕なりに手応えは感じていい結果出せましたので、今回このリーグ戦につなぐようにね、僕と田中でいいものを出して、まず簡単には大物ぐらいですか、一つでも白星を上げるようにね、気合い入れてやっていこうと思ってます。 FMW 代表、今大会で飛躍を狙う若き重鎮、新山勝俊。このグランドスラムっていうのはやっぱり分断対抗抜き、全くの個人闘争というのも非常に楽しみですし、まあ、やるからには必ず優勝してベルトを狙います。気になるといえば全員気になるんですけど、その中でもやっぱりハヤブサ、あとやっぱりこの前負けてる大家と、あと田中金村、全員ですね。このリーグ戦の台風の目、何が飛び出すか、ウイング代表スーパーレザー。うわウイング代表、公式戦でもデスマッチを要求、ミスターデンジャー松永光弘。もちろんタイトルは狙ってきますし、ね、まあでもそれ以上にこのリーグ戦、レザーとグラジエーター、あと金村の3人にデスマッチを要求しましたんで、あとリーグ戦以外にもミスターポーゴとファイアデスマッチがありますしね、もうリーグ戦も大事ですし、そういうデスマッチに対するそのいわゆる気持ちが、ね、本当に燃えてますんで、本当にこのシリーズは本当に頑張りたいと思います。レスリングのうまさはナンバーワン、リーサルウェポン代表大谷久勝。反則とかそう、ね、競技とか使わなきゃなくてもストロングスタイルでちゃんとしたレスリングでね、勝ちしたいですね、優勝したいですね。みんな力をつけてますからね、誰に油断するとね、問われますからね、まあ、引き締めて全力投球でいきます。優勝候補の大本命、最強外国人選手、リーサルウェポン、ザ・グラジエーター。 OK グラジエーター、 What do you think about this tournament, buddy? I tell you what I think, Ricky Fuji. I think I'm gonna kick everyone's ass and take that belt for myselfThat's what I think! Good luck, buddy. Yeah! Whoa! 新生 FMW のエース、 FMW の象徴を取り戻せるか、超新生ハヤブサ。とにかく、まあ、いいらしっぺでやってもらったことですし、全勝優勝するつもりで、もう一生いっぱいもしないつもりで、とにかく優勝のことだけ考えて頑張ります。こうして FMW 最強の座をめぐり、各選手が雄たけびを上げる中、リーサルウェポンのミスターポーゴは外報部長のリッキー富士を通じて格の違いを理由にリーグ戦への不参加を表明した。軍団の枠を超えた戦いを強いられるリーグ戦、個人の力が試される中、果たしてハヤブサはいかなるファイトを見せてくれるのだろうか。超満員の観客が訪れた聖地後楽園ホールのリングで、この日グランドスラム出場者による開会セレモニーが行われた。I want everyone to know!
I'm gonna kick everyone's ass. That includes you, Oya. Everyone, I'm gonna kick your ass, and I'm taking up belt myself. この後楽園にホールに帰ってきます。応援よろしくお願いします。以上をもちましてグランドスラム入場セレモニーを終了いたします。全選手退場です。グラジエーター、今日はな、若手意識で来たらな、痛い目に遭うぞ。今日はぶっ潰してやる。Tanaka, you stand between me and the championship belt, so that means I'm gonna have to rip your goddamn head off and pin your shoulders to the mat for the 1, 2, 3, because I want that belt bad, punk! FMW ファンクラブ日本 FMW 会長の梶原直人です。今日解説を務めさせていただきます。スタジオには早草選手においでいただきました。早草選手、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず見ていただいております、グラジエーター対田中雅人戦、8.25 後楽園ホールなんですけども、こうやって見ているとやっぱりグラジエーターのパワーといいますか。そうですね、人間離れするところありますからね。少し田中もかなり力をつけてきているので、はい、どうするか、どういう試合するかって楽しみだったんですけど、はい、下がっています。田中選手も日本人選手としてはこれはかなりパワーのある方なんですけども、 それにしてもという感じですね。はい、ただ田中が今回のディビジョンというのはですね、はい、本当にどんだけ食らいついていけるかというところが一番だと思うんですけど、やっぱり気迫が前面に出るっていうのはすごく、うん、うちの少ない選手ですね。そうですね、まあ、対するこのグラジエーターのパワーというのはそれこそ早草選手が誰よりも体で知っているというものですよね。そうですね、うん、このグラジエーターのパワーを田中選手がどこまで切り崩すことができるか、一つの見どころですよね。そうですね、はい、うん、とにかく田中の性格から考えたらもう下手に小細工してぶつかっていくってことはありえないですからね。はい、どんだけ田中が踏ん張れるかっていうのは、はい、面白いですよね。パワーでしてもラフもいいし、ラフもよしと、はい、とにかくこのグラジエーターの場合はこのパワープラスとにかく動きが速い、機動力がありますね。そうですね、この大きさで後からやると思いますからね、はい、トップロープから飛び道具とか平気で使いますよね。最近はこう試合の運びっていうのもすごく上手くなってきたんですよね、はい、やってて、はい、昔はもう本当に力を出すっていうところがあったんですけど、はい、最近は相手の動きとか状態を読みながらやってる。なるほど、うんうんうん、もうこの頃に試合運びなんですけど、いいかなと思うんですよね。そうですね、今日はフライングゲットです。本当にこの体でやるからこそ。そうですね、でもヘビー級というよりはもうスーパーヘビー級ですね。このグラジエーターの全身の筋肉というのは戦ってみてどうなんですか。意外に柔らかいですね。そんなこう硬い技、硬い筋肉っていうのじゃないですか、はい、本当に柔らかくていろんな技腕にも上手くなってきます、ね、はい、筋肉の柔らかさというのがこの機動力とそういうものがいるんでしょうね。だからシーズンこういう雰囲気いいですよね。とにかく新生 FMW の場合は技
じゃない技術じゃないんだ、とにかく気迫をまず見せろと、これはもう第一次 FMW 時代から大仁田選手の口をすっぱくして言ってきたところもありますね、そうですね。だからもう技術的な分というのはまだ僕だって本当に経験を備えたくないですから、追いつかないところってたくさんあるようなことだと思うんですけどね、気持ちの分というのは負けたら言えないと思います、常に前に出ているとか、田中選手少し苦しくなってきました。グラジエータークラスの選手と対戦すると、やっぱりスタミナの消耗度というのは全然違いますよね。技の一つ一つの破壊力が違ってきますから、下手でもやらせていると、予想以上のダメージですね。受け身を取ったつもりでもダメージを受けます。これです。この体でジャンガーを使うっていうのはすごいですね。体が一回しましたけど、すごいブリッジですね。背中に入ってますね、この辺りも田中選手は燃えようとしてるんですね。しかもじゃあ発見してないと思うんですけどね。さあここからスローの後ろに落としてきました。この足もやっぱり高さが違いますよね、普通に。学生にして50センチ以上違いますよね。180センチクラスの選手とは、力がありますからね。これもまたグラジオの持ち合いです。さあ反撃を返しました。こうやって試合を見てて、やっぱりその田中選手を自分に置き換えてみるという感じもありますか。やっぱりそうですね。やっぱりこの田中の試合もそうですけど、グラジオの試合を見てたら、田中選手がどうやって相手に攻略していこうとしているのかというのが勉強になります。なるほど。リング上で実際に戦っていては気がつかない部分というのがあるんですね。実際ですね、下手な受け方するとさっきのボディプレスだけでも、十分フィニッシュを取れる技ですからね、あれ自体は。それに加えてプラジエーター最近の試合によって何かこうすごい自信を感じられますよね。そうですね、前はやっぱりバタバタしてたんですけど、それが本当に落ち着いてこう、じっくりと相手をその受けてから攻めるっていうところかなと思います。相撲で自分の相撲を取れるようになったという感じですね。さあ田中が反撃に出ますが、打たれ強さが一番魅力なんですね。さあこれですね。おっと、これも苦しいですよ。ちょっとフックが甘いですね。ちょうど10分経過したところです。本当に田中の場合このエルボー一筋ですから、実際このエルボーを効きますよ。もう肘だけというのに全身でぶつかってくる感じですよね。カットされたな。力任せですね、これ。さあここから浅野の土砂の浅野の浅野の浅野というのは早めで浅野になってますからね。ヤブさん、俺も、リーグ戦ヤングオブインディペンデントでいい結果を出して、この今回の世界ブラスナックルのタイトルのリーグ戦にかけてます。素晴らしいものを出そうと。今日ウィングの連中と初めてシングルマッチ。ウィングにも意地があるかもしれないけど、 FMW の俺たちにも意地があります。絶対負けません。はい、これですね、おはようございます。ウィングカナダ、どうですか、金村さん。はい、監督の気持ちは。いやね、フロント補足でさ、こう、ハイブザップの前に本当に大丈夫なのかってなって、それはね、大分敦史と5月5日で引退試合で俺が見せつけられて、でも
絶対に負けたくないっていうことは、松永さんが見てどうですかね。まあ時代の最先端だね。かなり緊張しましたね、この松永さん試合前は。そうだね、こうウィングの時はこうメイン張っとったことあるけど、こう FMW がシングルでメインっていうのは初めてあったからね。今日のセミで大久保小坂とか松永さんとか高山レザーがあれだけすごい試合やって、俺もボケーと見とったんだけど、すごいなと思って考えたら本当に俺もこの試合でもかなりライバル意識とかもありましたもんね、試合前絶対負けない。また田中とは違った見方で田中さんとして見てるから、序盤から飛ばしてますね。そう飛ばしたね。いつもの息切れが心配だって言っちゃうよ。それは大丈夫そうですね。目元ってもすごいところですよ。俺は負けないように俺らも頑張らないと当たんないけど、ウィンガーの看板を背負ってましたね、この時はね。向こうまで見たから看板を背負ってるわけですからね。ただ、タイブサが行った場合のビデオで、ウィングの選手が思ってるウィングに対する愛情より、俺たちが FMW に対する愛情の方が強いとは言ってたけどね。だから5月5日までの FMW の選手は俺、それは全然思えなかった。トランスサラリーマンにしか見えなかったし、だからウィングっていうのは潰れてもこう選手が集まってウィングを名乗って団体なくなったけどもみんながね、こう立てられる。でも5月5日を過ぎてこう早ぶさがり田中を見とったら同じような気持ちなんだろうとなるけどね。まあだけど負けられないですからね。そうやね、負けてしまったらとか、まあ相手だよね。まあまだこっちのねデスマッチの方がいっぱい出さなきゃいけないんだけど、だからこの時はさ、田中と試合する時は狂気も使わずにレスリングでやったけども、ハイブサタイル時はね、そういうのがなくて、いつまでも自分のペースで行けばいいと思っとったしね。ちょっとやられてますね。これで考えてますね。ただ何がどう来るかわからないからね。これはタッグで1回当たったぐらいだからね。その前にその時もほとんど松永さんと早草が取られる。俺たちがいつも隅で試合終わって、メインを見てたわけでしょ。それでもやっぱりやってみるのと見てみるのは全然違うのね。まあでもこれからも増えてくる。例えばね、俺もウィングでこう飛ぶ選手、タンタラスとか見てきたけども、全然違うもんね、ウィングだとかとも。これだ。素晴らしい。これはまあ演技はスーパーインベーダーさんで出したの、BL。 ああそう、まあ、ビデオで見ましたよ。サブより先に付け壊したのかな。あの時ニュースとして負けなかったっけ。あ、それはね、ただのスプラッシュだけ、スーパーインベーダー。あの時はあれでリングアウト勝ちしたんだよね。でも早草が腰掛かしたのも知ってるしね、知っとったしね。まあだけど、そういうところ攻めるのも結束ですからね。まあ怪我は一つ一発誰でもしてるのに、そこに潰し合いですよ。でもこの時、ヤジは分かったんで、レッスンを知らって、そんな付き合いも全然分かったしね。でもここで、あれですよ、金村らしさを出したところがいいんじゃないですか。中とかがね、松野さん、僕とかがこう松野さんがデスマッチをして怪我をしてやけどしてずっとやってたのを見てたわけじゃないですか。まあ、田中や黒田たちも早草に対して同じ気持ちを持ってるんでしょうね。そういう、そうだと思うんだけど、
選手だぞ。ストローク近かったですね。試合中そういうのを見ないと思うんですよね。これ見て初めて分かることですよね。その中でどれだけみんながウィングっていうのをアピールできるか、これちょっと関係ない逆に前に結果を今日は最初から腰寝ないですか。そうね、もう腰怪我してるのは座してないんで、現に本当に意識したのは早田さんに負けないことと同時にやっぱメインでやるというのはお客さんがつまらん試合やってしまったらどうしようもないかな。考えたですね、何やかも考えたら何かも使って試合前緊張してた姿からは想像もできないんですよ。そんなこと考えてたらすごい緊張しとったよ。ずっと緊張しながらもこういうことばっかり考えてたじゃないですか。そうですすぐに置けないですね。焦ってたの焦ってたの田中にも負けてそれ焦りがあってね、トラで自分をアピールしとかな、絶好のチャンスだったね。うん、これで左手でちょっとやってしまった。でも勝っても不思議じゃないし、だと思うけど、それだけでも早部さんしぶとよね、負けれなかったんでしょうね。気のせいだね。まあ意地と意地がぶつかり合いですね。でこの時の俺と早口さんっていうのはこうそういうものが全然違うんだと思うからね。徹底したわけですね。こっちを締めたことするからね、絶対に叫びに、この時もう来るのが分かったな、うまい、うん、この辺だから、まあそうね、さっき見とって分からなくこれを見とって拾ってもよかった、冷静でしたね。なるほど、この動画緊張したけどすごい冷静に試合が運べた、この前にグラジエーターとリーグ戦やって負けててね、何のことどれだけ勝ち星を拾えるかっていう焦りっていうのもこの時からあったしね。まあ、ここでまた出てくる松永さんとのディスマッチもあったわけ、セコンド頼んだね、寂しがり屋だからいつもセコンド使ってるじゃないですか。そうだ、俺も使って
チの技だったからね。そうですね。この技もね、本当に初めての技。これ結構みんな真似しようとしてるみたいだけど、結構でこれ難しいみたいね。回りきれないみたいね。いいとこも行ってんだけどね。これも風の読めない難しいね。それは効きますね。フライヤー下に僕もこうとっさの判断力とかすごいね。ここ海外に行く前からこういうあれはあったんですかね、ハイブサップの。だけど本田さんがあえて引っ込めたんじゃないかな。全然いい試合して、もっとレベルアップして、あと一緒にして、そうですね。まあ、一回倒せたら、シングルで。この試合終わった後に、控室で流した、緊張感から解放されて、控室で流した一つの金村さんの涙を僕は忘れませんよ。結構、すごい覚えてる。まあ、次、またいい試合しよう。はい。あの涙を忘れてません。やっぱり一つの団体を背負っていくっていうのが、まあ、松永さん見てある程度分かってたつもりですけども、ウィングの感じは割と素晴らしいですね。もっと楽に勝たせてくれると思ってたんですけど、やっぱりみんな気合入ってきてるし、とにかくでも自分から言いましたよ、リーグ戦絶対に負けられないですから、とにかく全部勝つつもりで、全部勝つつもりでやります。さあ、ハイブス選手から全部勝つつもりで来ますので、ジュースの優勝戦に戻りました。続いてこの8月29日ですね、ここでまた田中選手と今度はスーパーレザーの公式戦になりますね。田中選手、これスーパーレザーというのはまたグラジオとはまた違うパワーのグラフ。そうですね、やっぱり見た目がこれですからね。僕も実際にレザーとの試合でお仕事してるんですけど、はい、とにかくペースをつかみづらいですね。なるほど。田中の場合っていうのはこう一本にずっと向かっていく選手ですから、はい、やりづらい相手の一人になるんだと思うんですけどね。オープン会場が大変ですね。これはポップの選手ですよ。大変ですね。痛いですよね。試合をさせるとこの辺の技なんか見ても、単なる回帰派ではないんですよね。うん、はい、そういうこういうラフファイトばっかり見に呼ばれてます。やっぱり、ね、ポイントポイントちゃんとしたレスリングの要素で抑えてくるもんですからね。なるほど。やりづらいっていうのはありますよね。うん、きっちりとレスリングの基本を踏まえた上での、はい、この強豪のファイトってことですよね。本当に要所要所をラフで攻めてられないはいレスリングをやって、レスリングを攻めてペースが崩れそうなら自分のペースがガラスでやってるっていうですね。なるほど。もう自分もできるっていうのが強いですね。いつの間にかレザーのペースに乗せられてしまうといいますか。もともとこのスーパーレザーという選手が、松永選手が、ウィングのためにぜひ必要だと、強行にエパンダブルフロントに、そのコントラクトをですね、理事しました。日本の勝利した選手なんですが、やっぱりその辺はさすがですよね。そうですね、それだけの選手ですね、実際に。本当に、こうやって田中も、それよりも自分の手相にずっと向かって帰ってくるのが、すごくいい。いいですね、見てて気持ちいいですよね。なるほど。田中と戦っても、田中の普通のレスリングをするだけと。いつも言ってるんですよね、田中。はい。自分のスタイルをずっと押し通したいっていうですね。なるほど。とにかくこのリーグ戦というのはもう田中選手にとってはですね、かなり
厳しい相手がずらりと揃ってるんですけども、そんな中でこれはもう星取りよりもとにかくいかに自分らしい、そうですね、自分というものを出しながら、はい、その中でこう何を吸収できるかっていうことじゃないですかね。あ、こうきついですね。ヘッドの右のチンドロップです。隣の天候を狙ってるのペース本当につかまれるっていう感じで、ああいう思ってない技っていうのは効くんですよね、実際。なるほど、一発で リズムを崩してしまうと言いますか、こいつもでかいですしね、大きいですね、力もありますし、はい、この普通のブレインバースター一つにとったってこれはテイクの方ですけど、うん、やっぱり破壊力が違いますよね。なるほど、やっぱりそれだけの実力者の変身と言いますよね。そう、本当にこの辺もそうです。きっちりとテクニックで決めていきます。一つ一つの技が丁寧ですし綺麗ですよね、すごく、はい、その分やっぱり効きますし。なるほど、丁寧だということはそれだけ基本がきっちりできてるということなんですね。なるほど、さあトップロープにしかめました。ヒットバット、さあそろそろフィニッシュを狙いますか。そうですね、なだれ式のバスターですか、はい、これも普通の大式と違うんですよね。あ、きっちりと語りに届きました。スーパーレザーでした。とにかく最後のフィニッシュの取り方が語り方に入っていて、本当に基礎がしっかりしてるんです。そうですね、猛毒太鼓とマッドドッグミリタリーズ、今新生 FMW 女子の台風の目として暴れ回るバッドナース中村、シャーク土屋、佐藤美和を中心とした FMW 女子の史上最強最悪のヒール集団である。新生 FMW となってから激しさを増していく構想は、あらゆる反則攻撃を駆使してマッドドッグミリタリーズが手薄な正規軍を圧倒していった。勢いに乗るヒール軍はついに女子プロレス界では初めて有刺鉄線までをも持ち出すほどに悪名をエスカレート。そして工藤恵の怒りが頂点に達した時、世界初の女子による有刺鉄線デスマッチが浮上してきた。通常のタクマッチの時に土屋たちが狂気の一つとして有刺鉄線を使ったっていうところからことの起こりなんですけども、で私にしたらやっぱり他の凶器持ってくるならまだ許せるんですけど、その有刺鉄線っていう部分はやっぱり有刺鉄線イコール FMW を作ってきたものの一つなんで、それを安易な形では使ってもらいたくないっていうすごいこだわりがあったんで、それで私たちの方からは土屋たちにいろいろ何度も何度も試合を通してアピールしてきたんですけど、それが彼女たちには受け入れられないってことで、こうなったら目には目を歯には歯をで有刺鉄線デスマッチで本当の有刺鉄線っていう意味をもう一回考え直すことを目的としてここまでやることになりました。いや、こうなったの、自分は有刺鉄線工藤が言うようにね、愛に使うもんじゃないと思ったし、でもこの流れでこうなった以上もう女子男子関係なくね、もう有刺鉄線ってことを、意識っていうかね、自分の中でやっぱり大切なものって、お兄さんが持ってきたやってきたことを大切なものと受け止めて、その中でも自分の中でやってやるっていうか、それでやってやるって、お前らぶっ潰してやるっていうような、そういう気持ちかな今。清美はやっぱり試合終わってその痛さだけが残るような試合ではなくて、やっぱりこの試合を終えてお互いが感じるもの、自分たちだけじゃなくてお客さんもやっぱりそれを見て何か感じ残るような試合にしなくちゃいけないと思ってるんで、その辺をちょっと考えてやりたいなと思います。だ今までね、本当に向こうは好き放題やってきて、だここで本当にもう前止まりが出ないことによって3対2軍団同士のってもう全面戦争ということになったことでね、もうだから思い知らせてやるっていうか、もう本当にもう潰してやるって、それだけですね今は。いや、なんか向こうは有刺鉄線でうちらの勢い止めてやるとか言ってるけど、
反対にこっちがあっちの勢い止めて血みどろにしてやる。札幌は3対2でこっちが3人なんだから絶対負けるわけがねえんだよな。先に潰してやります。お前もなんか言ってる。有刺鉄線に揺れる FMW 女子に外部からも新たなる敵が現れ、女子プロレスの申し子長与千種率いるガイアジャパンである。これが FMW のワールドか。変えてみせるぞ。覚悟すりゃ。このシリーズが始まる前にバッドナース中村がガイアジャパンのリングに登場し、初めて長与と FMW が接点を持った。試合中、狂気を使い悪の限りを尽くすマッドドッグミリタリーズに長与の怒りが爆発した。こんなん持ってプロレスか。長与とマッドドッグミリタリーズの中で新たな遺恨がこの日生まれた。新たなるステージへ飛び出していった FMW 女子。風雲急を告げる流れの中で工藤は宿敵と新たなる敵を迎え、どのような戦いを繰り広げるのであろうか。今日は、スタジオに工藤の犬選手を招きしております。工藤選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。試合ビデオをですね、はい、こういう感じで第三者的な目で見るっていうのは、はい、これはレスラーにとってかなりプラスになる部分というのがありますか。そうですね、普段自分がリングの上だって気づかないこととか、見てるときに分かんないことにこうじっくり一歩引いてみると気づくことがあるので、うんうんうん、そうですね。中村選手、バッドナースが考えになってからバッドドッグミリタリーもそうなんですけども、はい、かなり存在感が出てきますね。そうですね、やっぱり3人のイメージの中で、ね、やっぱりこのキャラクターっていうのは分かんないといけないのではないかなと思います。中村選手がチェックしてプロスアミスクリッチと FMW 女子を活性化を願ってきたフィルムにとっては、嬉しくもありまた厳しいものもあるという、ちょっと皮肉ですよね。そうですね、確かに活性化ってあるのはあるんですけどね。クライジャパンの若手チームもこういうところですね、気迫が全然出ますね。はい、そうですね、さすが長野さんの後ろに、なんか若々しくて見てて気持ちがいいです。うん、そうですね。中村選手と、佐藤選手の後ろに来ていただきました。あくまでもガイアジャパンっていうのは正式なルールにのっとった、プロレスの団体であって、その勝つために手段を選ばないというためにその武器を使ってでも勝つということは全くしません。ただ一つだけ言っておきたいのは、私はプロレスラーだから、勝つために手段を選ばないということはしない。あくまでもプロレスのルールの中でプロレスの技で決着をつけたい。ただご希望とあればストリートファイターやってもいいよ。リスクはガイジャパンの方にはたくさんありますけどね、新人の子を一人つけましたんで、その新人っていうのは自分の中では秘めた気の強さを持ってる子ですし、それをどう表に出して彼女たちにぶつかっていくかっていうのはとても重要課題だと思う。どう、なんか一言。はい、自分なりに精一杯暴れていきたいと思います。勝てる？はい。殺されるよ。大丈夫です。大丈夫ですって言い切れる子ですから、だからせいぜい覚悟しておいてもらいたいなと思います。長島が半殺しに会うのをなんか期待しているらしいんで、ご希望通り半殺しにしてやりたいと思います。長屋見とけよ、死んで連れてきたからって甘くはないんだぞ。めちゃくちゃにして遊んでやるから指くわえて見とけ。さあ、いよいよ FMW の長与
雄選手が登場しました。横尾選手のプロレスのきっかけとなったのがこのクラッシュベル時代の4年生に行われていたんです。実際、横尾選手の会とどうやって今ご覧になってどうですか。昔の憧れていた時代の横尾さんと今になりますか。基本的には変わらないと思うんですけども、やっぱりこう時代の流れによって映り方が見てる人には違って見えるんじゃないかなと思います。割と昔の長尾さんを知らないファンというのも今は多いわけですよね。そうみたいですね。むしろそういうファンの方が多いというか、本人はそういうのは厳しいんじゃないかと思いますね。はい、加藤選手にとって今はやっぱり憧れっていう感情はもうないですか。やっぱり入って自分が選手になった時点で憧れっていうのは徐々に消え始めたかなと。やっぱり憧れと自分が目指すスタイルっていうのは違うので、その辺でやっぱりちょっとずつ憧れっていう気持ちではなくなってますね。単に他団体の一選手であると見習うべきところは多いと思うんですけど、今はそんなに意識ができますね。かなり荒れてますね、この試合は。そうですね。ここの敵を相手に全勝はなかなかできないですね。そうですね。田中さんのファイト自身も昔の極悪同盟とですね、ギターンと松本さんとかとやってた試合とまた違ってこう逆にアグレッシブになってるというか、また激しくなってますよね。そうですね。やっぱり使い方とかも、今流のものをどんどん取り入れていってるので、本当に私とは本当に違うなと思って。なるほど。長井選手というのはダイヤジャパン破壊をするときに一度お話しいただいてあるんですけども、その時からもうやっぱり工藤選手、豊田選手と戦ってみたいということを口にしてたんですけども、いざこれから実現ということになりますと、やっぱりその一番試合の中でそういう工藤選手が今言う気遅れみたいな部分ですか、そういう部分が出るとこれ苦しいですよね。そうですね。相手が誰であろうとやっぱり気遅れっていうのが一番のマイナスじゃないかなと思います。その点この土屋選手、中村選手たち、マットルクミリタリーというのは、ある意味ではそのクラッシュ世代じゃないですがというか。そうですね。特に深い関わりもないと思いますし、思い入れとかもそんなに特にないんじゃないかなと思います。こうやって見てるとある意味で大仁田さんを彷彿させるような雰囲気もありますよね。そうですね。雰囲気的にもなんか似てるなと思っていますね。かなり苦しいですね、この若手が捕まって。ちっちゃいですね、やっぱり。体力差というのはありますよね。土屋選手もまたかなり最近ウェイクアップしてるということですから。倍以上違うんじゃないですか。そうかもしれませんね。工藤選手なんかでも例えば試合しているときにその土屋選手のパワーという部分でかなり苦戦する場面がありますよね。絶対的なそのパワー不足というのはやっぱり違うもんでカバーしていくしかない。そうですね。やっぱり、あとはもう、やられて、やられ強く打たれ強くなるという部分もありますし、違う部分で技とかそういうので返していったりとか、ありますけど、ダルビアさんっていうのはこの手のタイプの選手がいないですよね。だからやっぱりこういうスタイルとかっていうのは結構初めての方が多いんじゃないかなと思いますね。そうですね。いわゆるパワーファイターチームは存在しないと。そうですね。工藤選手としてはこのガイアジャパン対 FMW 女子、マットドクミリタリーというのもやっぱり FMW 女子なわけで、団体対抗戦というものを見てやっぱり少し複雑な思いというのもありますか。そうですね。やっぱり団体対抗戦という名がつく以上自分の団体を応援したいのがあるんですけども、私のイメージというものがありますから、1試合だけを見て FMW の女子の全てを判断されるちゃんとちょっと厳しいものがあるんじゃないかなと思いますし、これが FMW とはちょっと言い切れない部分もその中の一部ではあるけども全てではない。とかく FMW 女子というと
反則を使う、それから狂気を使う、ラフに走る、そういう悪い意味でのイメージというのが確かにありますからね。そうですね。そういう話通りに試合の方もそういう展開ですね。まあ、このスタイル、いわゆるラフ専門というのが FMW 自身すべきだと思われるのがやっぱり一番信頼と言いますか、最初から何でもありっていうのが FMW の売りだったので、こういうのはやっぱり一つのプロレスの技のうち、技っていうか見せる部分の一つだとは思うんですけど、これだけでも止まるし、これにプラスアルファなんかがつけば、よりしてもっと FM 女子らしさっていうのはできるんじゃないかなと思います。なるほど。まあ、そういういい意味で何でもある、ということですよね。何をやってもいいけども、プロという部分では何をやっても許されるけども、その根底にやっぱりレスリングという部分がなきゃいけない。そうですね。そういう意味ではレスリング、そのレスリングの技量を問われていますか、そういう意味ではこの長谷選手の相手というのはこれかっこいいですよね。そうですね。スチャーたちもいつもやってることっていうんですか、それはやっぱりね、あまり正統派ではないですけども、その相手は長谷選手を相手にどこまでいつもの自分たちらしさっていうのを出せるかっていうのが一つの見せ場なんじゃないかなと思います。あまりにも長尾選手に合わせすぎて正当化で戦ってしまうと、今度は逆に味が死んでしまうという。そうですね。まあ、一番は自分たちらしさっていうのを出すところだと思うんで、演技を出せることなく自分たちのスタイルを主張すればいいんじゃないかなと私は思います。なるほど。この辺は土屋選手もきっちり技で勝負してきますね。決めるぞっていう宣言です。これは危ない角度ですね。工藤選手も何度かこういうシーンがありましたけども、やっぱり新人選手は、すごい元気がいいって言われてますけど、受けっていうのは時間経たないと、なかなかすぐには受けれるものじゃない。攻撃はできても受けっていうのは本当に難しいので、相当今のバックドロップもきついんじゃないかなと思います。体と痛みで覚えていくしかないっていう。そうですね。なるほど。私、長嶋選手とこう臨場で対峙してみると、佐久間選手もかなりたくましく見えますよね。見えますね。やっぱりね、同じ体がガッチリしてるので、その違いっていうのが選手に出てくるんじゃないかなと思います。そうですね。キャリアを裏付けると言いますか。金属バットなどです。もう逃げるしかない。工藤選手も金属バット食らってますよね。まあ目には目という、これだともうここまで来ちゃったら引いちゃった方がいいですね。そうですよね。やりましたね。長谷選手も本当に崩れちゃいましたね。かなり試合が荒れています。これがライン結びです。次のカウントが入りました。このように長谷選手が最後は力を見せました。かなり長谷選手との対戦というのはこれから楽しみになってますけど、ちょっとこれとは違ったスタイル。そうですね。ある意味でレスリング勝負。しかも FMW のスタイルは崩さないという。さあもう用意待ったなしという状況なんでした。Yeah!
ストリートファイトってこんなもんか。違うよな。お前がやってるストリートファイトも自分がやったストリートファイトもこんなんじゃねえぞ。どうにかしろよ。答えくれ。長谷さん、こんなのが FWM どうしたセルだとか問題ないでください。8.25 後楽園で長代選手と握手を交わしまして、先生が高校しましたけども、そこからこの 8.3 大阪へつながってきたわけですが、ここでは、女子ストリートファイトハンディキャップキャプテンフォールマッチ、4対3の戦いになりました。この若手の中山と石倉を登用したというのはある意味試練を与えるというのがあったんですか。そうですね。あとやっぱり予想もありますし、人数的にきついものを使うちが危険がいないというのも嬉しいですね。そうですね。上位は関係ですが、試合は残ってます。工藤選手はストリートファイトスタイルで4人登場しています。このストリートファイトスタイルというのは、元々日本のリンタ選手が、考案したものなんですが、実際にジーパンハイテルのファイトというのはやっぱり普段のファイトとかなり大きい的に違うものがあります。そうですね。やっぱりやりにくいというのはありますね。慣れだと思うんですけども、女子っていうのは普段露出している部分が多いので、ストリートになっちゃうとこう身動きという部分が強いところがあんまりあれですかね、オーシングルームで、例えばこのストリートファイト用の服を着ると、その瞬間もこれはやるしかないみたいな、気持ちの切り替えっていうのは、結構、そうなのかなと思いますけど、でも実際戦ってると思うので、NTでやりやすいなんて考えてるのはないですからね。ですよね。佐久宮選手ももうマットドッグミリタリー入りして完全に変身しちゃいますよね。ただ佐久宮選手としてはですね、長い欠場が続いてまして、非常に自分に危機感があったと、若い選手がどん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 上がってきて、自分の入る場所がもうないんじゃないかと、そのためにも私は変身して、マットドッグミリタリーでやるしかなかったんです、というふうに言ってました。それも分かるんですけど、やっぱり一番はね、格好だけ変えても本人の中身っていうのが一番大切だと思うんですよ。やっぱり一番はその方向性っていう部分に、マットドッグミリタリーの方向性っていう部分を考えての行動なのかなっていうのが私は疑問に残るんですけども、なるほど、本人が決めてるのを割り切ってやってるんであれば、もう敵としてやっていくしかないなと思いますけど、なるほど、まず見かけだけではなく、まず中身がどう変わるか、そうですね、自分が何をやりたいのか、そのことをしっかりしていくと、なるほど。この日の若手2人、中山と石倉というのはどうでしたか。結構本番に弱いところがあるんですよ、普段すごい頑張っていい試合をする時もあるんですけど、
結構大きいところに弱いところがあるんですけど、でもこういう中でやっぱり自分らしさっていうのを少しずつ出していって頑張っていくと思います。なるほど、はい、かなりやっぱり大きな試合とか大会場だとナーバスになってしまうというか、はい、うん、本人は気にしてなくても自然にそうなっちゃうと思いますし、そういう意味ではこのストリートファイトスタイルというのは、うん、そういう面をカバーできるんじゃないですか。もう思い切っていけるという。そうですね、うん、でも前よりも本当に徐々に良くなってきてると思います、はい。ガイアジャパンとの若手の対抗戦なんかでも本当に生き生きしたファイトをしますもんね。そうですね、この年代のキャリアの人と比べたら、はい、なかなか打たれ強くて頑張ってると思います。あとはやっぱりこの FMW 女子、うん、内部での戦いの時にこの先輩への一歩引いてしまうという、うん、その点ですかね。そうですね、うん、気持ちですね、こういうがむしゃらさっていうの。そうですね、どんどん休むことなく出していかないと、うん、リングに上がったら先輩も後輩もないわけですからね。そうですね、うん、やっぱり工藤選手が新人の頃とかっていうのはとにかくあの頃の全日本女子っていうのは余計その先輩後輩の縦の関係っていうのも強くて、うん、そういう部分っていうのもありましたか。やっぱりありますね、やっぱりそれが一番の新人の一番のなんて最初のなんかっていうところだと思うんですけど、そこを乗り越えちゃうと逆に先輩へ向かっていく楽しさっていうんですか、やり返すことの楽しさっていうのが出てくると思うんですけど、そこに立つまではやっぱり恐怖心とかっていうのはあると思うんですね、先輩は、うん、逆にそれをずるい考え方でいけば、リングの中でそういうものを返せるという。そうなんですね、唯一そういうもので返せるのはリングがあるというので。スリーパーで落としました、はい、しかしこの土屋もマッドドッグミリタリーのリーダーとしてかなりこう自覚が出てきたといいますか、いわゆる悪の自覚ですけどね。苦しいですね。自分のこういう姿っていうのはやっぱりビデオで見ていてどうですか。傘を思い出しますね。やってる時よりもなんか結構こうやって見てる時の方が、その時は必死なので、いいですけど見てると、あ、こういう状況だったんだみたいな、決めるぞ。しかしあれですね、久保選手にしても例えばFMW マットに乗り込んできた時というのは、ある意味でこういう今のマットドッグミリタリー的な立場だったわけですよね。と思いますね。あ、ここまで悪いことしてませんけどね。髪切りマッチとかもありましたもんね。ブーイングっていうのは今も考えられないことですよね。本当にいい経験だったと思いますね。なるほど、そういう意味ではこの土や中村、佐藤、マトロコミュニティのこれが何かの形でやっぱりレスラーとしてのこう過程になっているといいますか。これが集大成じゃなくて、ここから何を見つけ出すかっていう時期だと思うんですよ。このままだったらレスラーとしてはこれだったと思うし、今はもう何を今自分の中に蓄えられるかっていう時期だと思うので、自分でこのままで満足するんじゃなくて、それからあとどれだけ自分が伸びていけるかっていうのを、なるほど、ただのヒールではなくて、そのヒールの経験というものを生かして、いかに自分らしさを作っていくかっていうことですか。しかしこのユーシテッセンを巻いた市内、これはもう痛さというのをこれ口では説明できないようなんでしょうね。そうですね、もうその場だけじゃなくてその日ずっと続きますね。はい、ボールを取られてしまいました。マスクリートファイトでしたユーシテッセンを使うのがこの市内を作れば何よりもいいと、工藤選手のボールマーク
これはちょっとショックでしたね。はい、ね、人数が一人多いので、はい、工藤選手もキャプテンだったわけですからね、キャプテンコールというルールで試合の負けとなってしまいました、はい、試合の後もかなり動きます。ここでまた入ってしまいました。さあここでは、8.3 大阪大会の試合をダイジェストで4試合ご覧いただきます。まずマッハ対黒田さんなんですけど、大阪大阪さんですね、スカイツイスターですね、はい、あの場外への木村出して、はい、空中で一振りでやる、そうですね、やっぱりこの大きさですからこれが一番の方法でしょうし、ね、なるほど、結構加速も使うわけですね、そんだけでも技とかいっぱい持ってますね、これからね、はい、うまくいけばグッと伸びてくると思うんですけど、黒田にしても最近はガンガン気迫出てきてますから、はい、一手を抜けると、うん、存在になってくると思うんですけど、若い選手もお互いに刺激し合ってそれがいい形で出てますね。そうですね、前回 のリーグ戦、若手のリーグ戦やった時の、はい、プロだったので初めて来ましたし、はい、いいですね、はい、インパクトありますね、今体重が上がってますね、はい、表情が良くなってます、そうですね。さあ続いては、新山対保坂戦です。これはサブミッションアーツレスリング出身者という、そうですね、はい、一つ隠れたテクニシャン対決とも言えるわけですね、そうですね、やっぱり試合をやってみるとあやっぱり上手いんだなっていうのを感じますね、はい、実際なるほど、の場合はやっぱりですね、この技っていうのは一つ一つ、はい、いろんな技を持っているんですよね、はい、出し方に問題あるんだと思うんですね、なるほど、もう少しこううまく計算した後、キレっていうのを出してくると、はい、全然もっとこう上の方に上がってくれると思うんですけどね、大津は器用ですね、そうですね、器用で本当に入れる話なんですけどね、はい、もう一つそれだと試合に生かしきれてるなっていうのがありますね、いわゆるメリハリっていうのですね、はい、っていうかそのそういうやっぱり相手もペースを掴んじゃいますからね、はい、一定のペースで攻めてるっていう、はい、読まれてしまうというところがあるんですね。新山さんの言ってもやっぱりこのまずやっぱり打たれ強さっていう感情が取られるんですよね、はい、実力的にもかなり安定してますもんね、そうですね、はい、危ないなく見ていられるというか、ちょっと同じ技を取られすぎですかね、はい、この初のフランチをしたようです。これが新山選手の得意技ですね、はい、裏投げを決めてきました、きっかけですよ、首をバッチリホールドされたままこう取るかできないで取り切れないですね、うん、なるほど、キックキです、僕のやるミルキと全然こうスタイルが違いますからね、はい、やっぱり重さで勝負、うん、なるほど、さあここでもう一発ラジです、これで戸田を刺せるか、はい、スリーカウント入りました、一つ一つの技の技っていうのは皆様の感じの上ですね、さすがですね、失礼しました、こちらに、はい、二つですね、まずは中川中に対ボーダーリッキングです、神風神風ですね、これも見た目より効くんですよね、なるほど、中川もイメージチェンジしてからっていうのはですね、またあこの方返してきました、ね、この同じ技ですね、この上にですね抜き取り陣容の技の返してからですね、中川というか上手い選手なんですね、一つこうずるさが出てきたと言いますか、僕もちょっとこうあれすると、これもダブルエロですね、ここはダブルエロですね、ダブルエロですね、初めてですね、もう力負けしませんか、はい、新人見てるから中川選手のブリッジって当てられましたね、そうですね、はい、あと本当試合運びの上手だったので感じますね、入りました、集中が入ってますね、最近は
フィニッシュ使ってますよね。ちょっと意地を見せつけましたね。さあダイジェスト4試合目は、レザースーパーレザー5号対ミスターポーのブラジル県民対戦です。大きいトライスキック、これ珍しいですね。そうですね、ポイントポイントこういう技も出してる、この辺は珍しいですね。したたかさといいますか、おっと本気の人の恐怖っていうのはえげつないですよね。ここまで来るともう業務上過失致死とかありえますよね。そうですね、本当に。さあブラジルターの2回目バルコニーズ落ちました。4メートル近くありますね。これすみません、こっちで中速ですか。本当にすごいですね、こっちこっちで。ただやっぱりこうどうしてもそのバラバラなんですよね。はい、もう少し試合が頭の中ではあるなと思いますけどね。でこういうスタイルがあっても、うん、もっとこうプレーがあってもいいんじゃないかな。パートナー同士の好き放題にも暴れてるという、うんうん、同じにやってます。もともと秀夫はテクニックもかなり強い選手なんですね。そうですね、本当にこの選手も上手がありますから、はい、これからどう化けてくるかというのは分からないですね。最近は本当に受けたらですね、はい、上手くなってきてかなり粘り強くなってきましたしね。あとは非道なりも自分自身のレスリングを確立すると。そうですね、あ、3番目これね、レサーがカップに入ってくるというのはちょっと意外ですね。うん、これがチームワークですね。フルコースに入ってます。さあここからランニングアッセンボ思い切って戦いますね。このコースに入ったらもう楽しみですね。そうですね、楽しみですね。なかなか返すのは難しいですね。この自信の表情です。この大阪大会までの得点経過は、本命のグラジエーターが無傷の4勝8点で独走態勢に入り、それをハヤブサレザーが2勝0敗の4点で追う形となっていた。金村も強くなってきてますんで、とにかくガンガン舐めてかからないように、とにかく2点を確実に今日はもぎ取ります。まあ、できれば、ね、はっきり言っちゃえば対決したくなかったっていうのはありますけども、まあ、覚悟ができてましたから、とにかくしなければいけないことはウィングの集大成っていうんですか、そんなを見せればいいと思いますね。とことん破天荒にいきたいと思ってます。この試合は松永の要求により有刺鉄線ボードスクランブルバンクハウスデスマッチで公式戦が行われた。はい、次の試合は8月31日大阪ウルフ第2大会ですね。松永さんと金村さんの公式人生、はい、公式人生。でも松永さんと試合するぞするぞいずれしなければいけないと聞いてて、こんなに早くシングルする時期が来るとは思わなかったですね。松永さんは金村さんとシングル初めて始まったことが意外に、タップでは2回あるんですよね。新生ウィング初期の頃はもう、そうですね、過去の過去というか、覚えてますよ、犬山と茨城あたりでやってた、でもこの時最初にこう松永さんから電話で聞いたじゃないですか、2人デスマッチあるからある程度覚悟してっていうのがあったんですけども、やっぱ最初は信じれなかったですね。まさか松永さんと早い時期でそのデスマッチでっていうのが、公式入社なんだよ、考えてみて公式入社にデスマッチを持ち込んだって、だけどね、普通の試合やる気ほど早いから無理やりだなっていうのをやっていかなきゃいけないし、まあ、弟分的存在のこう金村さんと初めてシングルでやるわけでしたけれども、松永さんはどういう気持ちでいましたか。そうだよね、だけど久しぶりだからね、ここで負け取れないしな、うん、プレッシャーもなくはない、うん、
金村さんどうですか。だから最初に2つやったのがもうそのままもう普通っていうかデスマッチでいくか、やっぱりこうねチャレンジする気持ちでいくかっていうのがあったんやけどね、うん、もうリングがあったらそんなの吹っ飛んだけどね、うん、最初はやっぱりちょっと攻撃いろいろね、攻撃最初なんでしなかったんだとかいろいろ言われるから、うん、それが偶然になって、うん、でもこれは試合前に悩みましたね。プレッシャーもありましたし、まあこのフェムラのリングでね、リングアピールするのこれ絶好の機会だと思うんですよ、うん、これでも痛かったですね本当に。次やるときはもっとね、リラックスさせるのかな。これなんかも自分も入れるように頑張りますね、うん、いずれ松永さんと保坂もまたデスマッチでやるときはもうすぐ取れるからね、踏んだんかと主導権取んないと早草君のデスマッチやるんだけど、まあこれ大体金村さんはこれある程度はもう頭の中でこう考えて描いとったけど、やっぱその時はもう描いとったらだいぶもう変わってきたね。うわ、この机硬い机の方がね、ボード自体が初めてやったのが場外に置いてあって、仲間騎士のちょっと IW の時やったよ、うん、これ全然初めてやったよね、こういうスタイルで、うん、どれだけ有刺鉄線ボードをねうまく使うかと思ったけどね、うん、松永さんもこれある程度もう考えて、そうだね、うん、だけど意外にもそんなにやったことないんだよね、うん、試合もデスマッチよくやってるみたいなね、うん、そんなには数やってない、うん、もう上に上げてやったっていうのは初めてかな、うん、あんまりそんな現金の時は下に引いてたやつだよ、うん、これはきつかったですね、何がどうなってるのか分からない、これで取れると思ったんだ。これはどうでしょう、もう全部が痛かった、返しましたね、これも初めて食らったあのデンジャーロー、うーん、ね、松田さん、僕も保坂も、まあ、名前ありますので、この際グレードアップさせてくださいましょう、やりましょう、松田さんも穴を埋めなきゃいけない、もう一つやってもう一回やりたいですね、この方法は、だけど、そこにもいい試合でしたね、うん、今回リーグ戦2試合、2試合こなして今日3戦目、前の2試合きっちりと押し取れてんで、全勝するつもりでやってんで、今日の親さんにも絶対負けないですよ、必ず勝ちます。営業ランドスラム公式戦、ハヤブサ対大谷久一です、うん、もう早くも名勝負数えると言われているこの大谷さんなんですけども、とにかく本当に良くないとですね、攻めても攻めても裏を返ってくるというのがありますか、はい、いわゆるオールラウンドスタイルといいますか、実際この時はかなり僕も体調悪かったですからね、はい、なんとか、まあ、左肘の部分を体を見ただけでもコンディションというのは分かりますけども、そうそう、この時はほとんど左肘が動かない状態でしたし、ね、うん、ほとんど動かしてますけど、左肘に取られて少し膝を動かす、まあリング上
ファイブス選手の姿を見る限りではもう左肘のね包帯はもちろんそうですけども、それ以外は全く感じさせないんですが、この大谷戦というのはこの、まあ、テクニック重視、当然そういう試合になるんでしょうけども、それだけにまたこの全身のコンディションの悪さというのはもうもろに響きますね。そうですね、やっぱりこうやっぱり怪我してるなと思ったのが確認下げてきますしね。その点は厳しいですよね、やっぱり、まあと前に入れられるんですよ、非常に。はい、なるほど、懐が深いと言ってもいいですか、結局こっちが押していったら引くし、はい、引いたら押してくれしっていうか。なるほど、うんうんうん、まあ、高難時代の、うん、相手のレスリングに合わせられるというか、そうですね、それが自分のスタイルなんだっていう感じでですね、うん、手応えがないっていうやつですかね。なるほど、なかなか攻めているつもりがいつの間にか大谷選手のペースに入ってしまったりとか、そうですね、こういうグラウンドのテクニック一つ取ったって非常にこうやっぱり基本ができてますから、確実ですね、きっちりと取ってきますしね、はい、さあ全く手を取り返します、左腕ですね、やっぱり。そうですね、大阪大会の前もやはり痛み止めの注射はされたんですが、はい、この時は取りました、うん、例えば試合前に痛み止めの注射をする、その効力というのはこれどのぐらい続くもんなんですか。大体2時間ぐらいだっていつも言われますけども。なるほど。だんだんやっぱり効く時間というのは短くなってきますし、はい、あと、まあ、こうやって動くとですね、はい、本来は運動せずに安静にしていてその効果があると、まあ、ただもうこうやってリングに上がった以上はもうね、そういうことはもう言い訳にしかなりませんから、はい、単発でそばと聞いて、ああいう相手の裏をかくような動きっていうのもこっちもやっていかないとですね、はい、本当にいいようにペースに持ったかれるっていうのが分かってますからね、いろいろと考えてやってるつもりなんですけど、お互いに先の読み合い、行って先見て先の読み合いって言いますか、そこで考えすぎてしまうと逆に裏をかかれるような、そうですね、はい、とはそこに考えすぎて間ができれば、はい、今度はそこに入ってきますしね、きっちりとつけ込んでくるわけですね、はい、そういう本当に間を隙を与えるときっちりそこに入ってくるっていう、はい、本当に本当にハイブス選手がいるよりある意味で一番怖い相手でありますよね。序盤からグラウンドの攻防が続いています。ハイブス選手にしてみれば、ええ、このリングを降りた後で、ええ、この大谷戦というのはいわゆる爽快感みたいなものというのもありますか。そうですね、やっぱり試合終わった後っていうのはこうレスリングっていうのを主体に、本当にレスリングだけでですね、はい、試合終わった後っていうのは本当に、まあ、勝っても負けたんで負ければやっぱり嫌ですけども、はい、そのやっぱりそれなりに充実感とかっていうのは、うん、それで要するに見てる人が納得できるものであれば、はい、それに結果がついてくれば一番いいってことですから、ね、なるほど、うん、まあ、本人同士がレスリングで満足しても、それが自己満足であったらダメなわけですね。そうですね、それでそれだったらもうやっぱりプロとしては失格だろうなって思いますから、うん、ギロチンドロップとしてきました。やっぱりここでやっぱり一歩踏み込めないんですよね、すぐさっと、はあはあはあ、あれで誘っているんじゃないかとかって変な勘繰りとかが出ちゃうんで、そういう怖さありますよね。そうですね、さあ手4つの体勢に向きますか、力が入ります。この辺もうまいですね、リッチっぽいですね、ペースを崩しません、きっちりと肘が顔に入ってますしね、はい、ああいうのがあると動けないですね、はい、普段の動きと、はい、カニ
バサミで倒した瞬間にすでにもう左手を狙ってるわけですね。とりあえずこういうのを心理的に動揺させておいてっていう形なんでしょうか、ね、やっぱり例えば今のグラウンドで、顔面を肘でこす、これちょっとえげつない攻撃なんですが、これなんかもかなりポイントとして後で効いてくるそうですね。変に気持ち的に高ぶったりするんですが、やっぱりスタミナっていうのはすごく証明しますよね。なのでやっぱりこう長期戦になる気がすればこうやってスタミナを奪うような技からそれが入っていくというか、自分のスタミナを温存して相手のスタミナを奪うと、そういう技があればこういう締め技の方がやっぱり有効ですから、はいはい、そういうのを注視して使うことになります。この時は半分意識もろくなってたはずなんですけどね。スリーパーはかなり手応えがありましたか、ね、スリーパーのちょうど3回目で目に強いになってますね。これは一度落ちたんですね。そうですね、ちょっとまだはっきりしてないみたいですね、はい、ちょっと表情が少し畳みかけることと違ったんですね、はい、あった。この辺が大谷選手ですか、シングルフリってやつですね。本当にこの一発があるから怖いですね。どんなに攻めてもですね、一発で返されるようになっちゃうんですね。これ本当に僕の動きやっていうかですね、無理上でしたからものすごい効きましたね。まさに不意打ちの一発食ってしまいました。しかしこの大谷選手のバックドロップの切れというのはすごいですね。そうですね、やっぱり使う選手というのはたくさんいるんですけど、ね、やっぱり物が違うなというのはすごく感じますね。まあ、大谷選手の日頃から相手の腰に入れさえもあればどんな相手でも投げてみせるというふうにしてますけどね。あと全部同じじゃないんですね。使い分けっていうのをしててですね、これで決めるぞっていうのとフェースを掴むためのもの、はい、ダメージを与えるものって全部やっぱり違うんですよね。はは、落とす角度、タイミングとか、来ましたね。これきつい。事件点も何もないですね。直接攻撃ですからね。この辺は一気に畳みかけてきますね、大谷選手。もうチャンスと見たら見なさないですね。ねじっこく、しかも確実に攻めてきますね、はい、この攻め方がだから、やっぱりレスリングできっちりと攻めてくるっていうのはですね、非常に辛いところなんですね、はい、こうなると、やっぱりさっきのバックドロップが効いてるっていう、左肘のダメージっていうのを考えたら、逃げるしかないんですよね、この時は耐えて、とにかく。自分のチャンスが回ってくるっていうですね、どれだけ受け切れるかっていう、もうそれだけにかかってるんですね、この辺になってくると、はい、谷ラフファイターだったらあの辺りから場外へ引き出して、椅子攻撃とかそういうのもあるんですが、逆にそういう方がこういう場合は楽ですね。そうですね、だから、はい、その方がエスケープできますからね。こっちとしても何とかしながらですね、ただきっちり攻められるとですね、はい、こう反撃する間がないんですよね、はい、やっても結局その一発でストップされるわけですから、はい、点をしたたかに計算してきますね。アームバーです。これも非常に古典的な技ですよ ね、 すね、精神的にすごく嫌なんですよね、やっぱり技っていうのは。足のグリグリっていうのもただ痛いだけじゃなくて、やっぱり精神的にダメージがあるっていうことですね。その分当然計算があるんでしょうね、大谷選手にしてみれば。大谷選手がやってるとですね、はい、非常にこうロープが遠いんですよ。ロープが遠い、リングが広いというんじゃなくてロープが遠いんですよ、はい、結局なかなかロープエスケープをさせてくれないっていう感じがあるんですね。逆に言えば大谷選手が常に自分のポジションを確認して戦っているということですか。きっちりそういう辺を抑えてやっぱりやってるんだなと思いますね。
しいですね。実際にこう結構気の遠くなるような痛さがあるんですけどね。決してこう壊そうとかっていうのはじわ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 痛めてやろうかっていう、そういう殴り殺しという蛇の殴り殺しみたいなものすごく、やっぱりあの辺も同じ、あそこで別にカバー行く必要なくても、はい、今カバー来て、うん、あの時にきっちりとエビ固めで足までフックしてましたね。あれをよく返すだけのやっぱりスタミナっていうのはどんどん壊れていきますしね。そうですね。こういうそれで綺麗に繋いでくるんですね、技、はい、動きに無駄がないというんですかね。本当にこうただやってるだけじゃないぞっていうか、ただやらないそうですね。そうですね、流れがありますね。合理的な攻めといいますか、左手を離す時間、離してる時間っていうのが攻め出したら短いんですよね、はい、常にこう自分のポジションをキープして相手のスタミナを奪うように奪うようにする、はい。さあここにまた締めていきます。これも効きましたね。本当にこうやって見ると隙がない選手ですね。この時やっぱりこれはもちろん大谷選手はここでフォールを取ろうとは考えてないわけですね。結局この人の場合ってバックドロップっていう技に対してものすごいこだわりがありますから、フィニッシュは絶対にバックドロップで取ってやろうと思ってるはずなんですよ、はい。それは完全に決めることも決めることもできたかもしれないですね、はい、やっぱりそれはこだわりっていうのはありますからね、みんな。さあロープブレークをミスしてさらにしまいます。この辺になるともう感覚なくなってきてます。相手はサブミッションというよりはもう拷問に近いですね。そうですね。もうこの時は曲がることも伸びることも自分の意思ができないような状態ですから、もう指先にも感覚がない状態ですから、もう握力が全然なくなってるんですよ、はい。そうですね、左腕に全く力が入ってないものです。嫌なんですよね、もうやんなきゃいけないとは思うんですけど体動かないんですよ、この時は。その時にこういう風な攻め方されてものすごくやっぱりってか精神的なんですよ、ね、嫌ですね。焦りっていうのはすごく出てくるんですよね。15分が経過しました。中盤でも大ピンチを迎えています。この時は大阪初登場っていうのもありましたし、はいはい、リーグ戦公式戦ですしね、絶対に負けられないっていう気持ちがものすごく強かったんですね。大阪ドリというのは新生 FMW の一つの大きなテーマになったわけですからね。そうだね、まあ、大阪に限らず初めて行くところっていうのはやっぱり、はい、一度でみんなに納得してほしいなっていうか、そうですね。例えば初めて会場に行って新生 FMW を見たお客さんはその試合だけで判断してしまうわけですからね。それを やっていかなきゃいけないなって思ったことがあったんですけど、はい、本当に必死だったんですよ、はい。でもこのコーンだと受け身がまともに取れないんですよね、はい、大体の一旦が受け身だけで受け身を取っている状態ですからね、はい。ということは逆に言えば右手にもかなりもう負担が来てるということですよね。うん、この試合が確かに視界線を出す狙ってタイムがいいんですけど ね結局すぐ自分が攻め込みなんですね。これですぐ一気に畳みかければ勝機というかですね、リーグの勝ち目があったと思うんですけどね。これチャンスですね。ヒットしました。クロークマネの戦いのヒーローです。しかしこれ左手腕打ってますね。やっぱり自分にもダメージのある技ですからね、はい。でもやっぱりハヤブサのファイトってこういうもんですから、はい。
まあ、変なのをしたくしかないですけどね。非常に厳しいお客様の方ですけどもね。おっと、勝ち先ほどパスです。これがあってこそハヤブサだというお客様の方があるのはこれ事実ですからね。やっぱりそう思っている人がいるんであれば、そういう試合をするっていうのはやっぱりプロフェッショナルとしては当然だろうと思いますし、それを怪我してるからどうなってもやっぱりおかしいですね。さあ、プロフェッショナル歌ジャストヒット、シューティングスタープレスですね。そういうか、判決で返される。やっぱりもうちょっと攻め込んだ後に使わないと、はい、無駄になりますよね。分かってはいるんですけど。なるほど。今こうしてみると、改めて見ると、そういう焦りみたいなものを感じました。すごくやっぱりこう、さっきまで攻められたことがあるんで、はい、その一発で攻め急いじゃうっていうのが、そしたらやっぱり、それ以上は攻めさせないっていうのが、やっぱり、ありますね、この人は。またしてもお優しいペースです。ハヤブサ、ハヤブサの声援が飛んでいます。嬉しいですね、こうやって応援してくれてるっていうのは。だからこそ負けられないなっていうのすごく試合中でも感じてますし、試合中にハヤブサという声援が聞こえることっていうのもありますか。そうですね、やっぱりこの応援してもらっているっていう声っていうのは僕は最初ほとんど聞こえないんですよ。ただ、はい、その雰囲気っていうのは気持ちとは無理で伝えてくれるんですね、はいはい、やっぱりそういう感じっていうのがあれば、うん、力になりますし、すごく、うん、苦しい状態が続きますね。ここでちゃんと返して攻め返さなきゃいけないっていう気持ちもあるんですけど、とにかくもうブレイクするしかないんですよ。できないんですよ、分かんないのに。なりふり構わず、あとこの辺もうまいですね。主観ストレッチも出てきますからね、はい、こういうのって普通のスタイルにはってか日本でやってるレースにはあまりないわけですね。そのあとこうやってグラウンドにこうしてですね、威嚇してますね。とにかくこの大谷選手引き出しの数が多いと言いますか。そうですね、やっぱり次に何が出てくるかっていうのですね、はい、セオリー通りに攻めてきたかと思うと全然また違う引き出し開けていきなりポンと持ってきたいと思いますね。試合経過とともにやっぱり8月31日、一番暑い盛りですよね、うん、しかも大阪ですからね、かなり汗の量も多くなってきました。こうなるとグラウンドっていうのは攻めづらいはずなんですけど、はい、入ったのかな、そういうのを感じさせませんよね。うん、確実に要所要所ポイントを決めてる、ポイントを抑えてるから、はい、ずれないんですよね。フィニッシュ取るためじゃないっていうのがありますから、それで十分なんですよね。サブミッションの力任せに締め上げてるわけじゃないわけですね。フィニッシュが自分でそのダメージを与えてやろうって、はい、少しずつこう取れなかったですね、はい、もう一発ラリアというわけです。2発目のジャストボード、コール入ってきましたね、はい、そうですね、少しずつそういう状態とか体勢に入ってきました、はい、後頭部に来ました。左だと後頭部っていうのは効きますね、やっぱり、はい、見えないところだと思うと思いますね。なるほど、一瞬意識が飛んでしまうような、やはりアディアトとかの技って取ってみればやっぱりパワーのあるグラジエーターの方が効くんですけども、はい、使い方っていうのはやっぱり怖いと思いますからね、はい、それで決めてやろうっていうんじゃないんでですね、 DDT です。全く受け身が取れる状況じゃなくなってますね。スイングでバックというか、
本当にこの技のバリエーションというのはこの人は多いですね。全く読み切れないですね。ターンが攻めたよねって思いますね。ターン、この日のためで返しました。ここでも杉浦選手はもうロープブレークが可能な位置につけているという、もう本当に左手の力が入らないので締め切れないんですね。はい、きっちりと、そういうのもきっちり計算してますね。これはこれを詰めたい、攻撃したいな。もう相手の足を襟の中にロックできる状況になるんですね。そう、もうとにかく座ってるんですいっぱいっていうか、本当だったらですね、あそこからきっちり交流しなきゃいけないんですから、ね、さあここでようやくペースをつかめるか。足を通りマラソン勝ちが来ました。さあ、レスキューフラントにしたいな。これ決まりました。さあ、ここから何とかしてフィールに行きたい。これでやっぱり自分のダメージで、はい、すぐカバーに行けないんですよね。はい、もうちょっとまとめて叩いて叩かれないと、はい、僕の人ってなんかカウント2で返す余地を与えてしまいますもんね。さあクロスキックも入りましたよ。これで、あと思いますね。さあ助走をつけて、さあ勝つ時のケグラが決まりました。多分スタンですからね、かけた後は自分自身もできなくなるんですね。なるほど、苦しいですね。ここからつなげないというところが非常に苦しい。もう左腕はほとんど動かない。さあリングに投げて、ここからですよ。そういう式の高さが出ないですね。やっぱりダメージが蓄積されてますね。ここで本当だったらまとめて一気にガーッといかなきゃいけないはずなんですけど、ね、はい、それができないんですよ。さあ邪魔です。フックしっかりと入ってますが、やっぱり外されてしまいました。残り5分です。点が落ちた。失敗しました。この金箔でレイさんに。はい。この技の痛きつさっていうのは自分の体で知ってますからね。はい。それでも貫徹。ですね。まだやっぱりカバーに入るタイミングは一つ二つ遅れてますよね。そうですね。あそこですぐくさっとカバーに行ければ、はい、また全然違うと思うんですよ。でも振り上げ一気に立たして。はい。その点はなんとかなる。痛恨の自覚ですね。やっぱり、これを決めれば絶対に返されない自信があるんですよね。フェニックス、スプラッシュ、そしてハルコンがいくつかあるんですけど、その技っていうのは確実に外してきますよね。アニメのクーリカ、本当にやばいなと思いました。自爆した肉体的なダメージはもちろんですけども、うん、これを外されたという精神的なものが、うん、ないっていうふうな感じになりますね。これを持っているっていうのはそれまでその分やっぱり余裕っていうかその時からあるんですけど、はい、あの技さえ決まればというものが、うん、ただ返すだけじゃ減らないですからね、はい。オフェンスのすぐオフェンスにも即つながってるという動きが連動するんですよ、全部。はい、細かい動きって本当に怖いですね。それもカニキスボックス、これも効くも手を固定されると、はい、頭から落ちるしかないってことですね。その分ダメージっていうのは大きいですから、
見た目以上の気持ちの中で確実にコートに叩きつけてっていう、結局大谷選手もこのフィニッシュに至って一番ダメージの取れる技はどれかということをもう選んでるわけですよね。まあこの僕自身はもうさっきのフェニックスを返せって外されたけど、もう体のダメージもありますから、攻める体勢にもなれないんだけど、もう頭の中のパニック状態といいますか、もうとにかくやられるだけやられて、とにかく返さなきゃっていう、それだけなんですね、もうこの辺まで。狙い澄ましたね。苦しいです。まあ、この頃はほとんど意識ないですよね。今の一発で3人一発になります。ここ一発にかけるこの人の特に一発ですね。もうこれ本能ですか。そうですね、とにかく負けられないっていう気持ちだけですよね、はい。サンドファイヤー、あれをちゃんと体重を乗せて加藤するのは分からないんですけど、そうですよね、それがやっぱりできてないんですよね。エゴ中にも体勢にさえ入らないという、自分のこういう姿を見て非常に歯がゆいというか、そういうのを感じますか。そしてね、なんか未熟さっていうのを本当につくづく感じますね。やっぱりこう大谷さんの下高さっていうのはすごく感じますしね、本当に何でも言えようですけど本当に怖い相手ですね。この辺、もう時間が輝いているわけですから、はい、なんとか決めなきゃっていうのがあるんですけど、はい、そこでこうなるともう先にお互いに残っている技が少ないですよね。皆さんが一つの方にこれも危ないですね。もしこれですぐにカバーくらいって言ったら気持ちかもしれないですね。カウントカウントするもうカウントするに近いですね。動けないですね。ここで時間切れ引き分けです。この時点での引き分け1点ずつ獲得という形になるわけですが、このハイブス選手が1点獲得もしくは1点の失点どちらだったんですか。これの失点の方ですね。最初で言ったら一番最初に落としたのが、はい、失点を落としたのがあれなんですが、はい、引き分けじゃ意味ないなと思いましたね。大谷選手というのはこれダークホースと言われてましたけども、やっぱりこの試合になるともうダークホースどころじゃないですね。やっぱり実は今回の大谷選手は誰が出てきたのかしかないかなと思ってましたし、本命であり対抗であり全員がやっぱりマークついてて、本当にこうやって試合になった後に向こうに納得してくれてるっていうのは違いますね。you
にかくうまい、強いっていうか、とにかくうまい。もうちょっとでも悪いとこあったらそこ徹底的にやめてくれし、ただとにかく勝てなかったのはもう負けなかったからいいじゃなくて、とにかく勝てなかったってのは本当に痛いですね。次ですね、いよいよあの桜ジェンター選手との一戦が札幌で控えてるわけなんですけど、この間も負けてるし、本当ケチョンケチョンでしたからね。なんとか一矢報いて、あいつに勝たないと先見えてこないし、とにかく引き分けでよしじゃなくて絶対に勝つつもりで、勝つつもりでいきます。札幌大会前の得点経過はグラジエーターが変わらず8点でトップ、金村を破り3勝1敗の6点とした松永が2位、そして大谷と引き分け5点としたハヤブサが3位を追走していた。ハヤブサ、The last time we fought, I kicked your ass in Hachioji. Well, let me tell you something. Now we're in Sapporo, and I'm gonna do it again. Yeah, I consider you a great competitor, even a great challenger. But let me tell you something, pal.You're standing in my way for that championship belt, and I want it bad. So I'm gonna do what I did to you last time, and that's give you the kamikaze awesome bomb right off the top rope. And there's nothing you can do about it, because I want the belt, and I want it bad. この間、八王子でとことんやられましたし、ベルトもかかってますから、今日本当に絶対負けられないなっていう気持ちありますし、もう体調のこととか云々は言いたくないから、やるからには必ず勝ちます。この間の借りは必ず返します。さあ、いよいよ今日の札幌大会、グランドスラム天王山という一戦を迎えました。この相手に勝たないと本当に明日見えてこないなというのがありましたね。ファンの少ない方も事実上の優勝決定戦とも言われてた一戦なんですが、しかし今回入りましたね。そうですね、本当に初めて札幌の登場で自分皆さん待っていただいて、はい、あと1本ダッシュしました。コスチュームをつけたままです。この日は春選手、これはやっぱり作戦ですか。そうですね、やっぱり、この時のこの左手の具合っていうのはもうめちゃくちゃ悪かったですけど、はい、試合前もやっぱこの時も痛みがあって、とにかく短期決戦じゃないと、この相手にはどうしようもないなっていうふうに僕は思ったんで、その向こうから深いところですね。はい、試合前にこの札幌でハヤブサ選手がトークショーをやっているときにですね、このジェイター選手が出てきて、これは乱入ではないと、ここで2人でフェンダーで新しい歴史を作ろう、前にできるかと、これ先生堂々の宣戦布告をしましたよね。本当にある意味すごく嬉しかったですよね。やっぱり、このリーズンの意味っていうか、その辺に理解してくれてるなっていうのがあって、だからこそきっちりと勝負して負けたくないって思いましたね。先生堂々のその宣戦布告というものが逆にグラジエーターのこう揺らぎない自信というものを感じさせましたよね。そうですね、本当にこの震災になってからグラジエーターというのは、はい、本当に来たかを向けて一気に弾けたなっていう、そういう感じがありますからね。個人としての意識に目覚めたと言いますかね。そうですね、だから今までやっぱり軍団の中の一員としてはマジでところってのあったと思うんですけど、はい、最近でもやっぱり個人プレイヤーとしての頭角ってのをどんどん出してきてますし、
この新生 FM のスタートというのはこのグラジエーターにとってもビッグチャンスでもあるわけですよね。そうですね、はい、振り今まで自分を出し切れなかったっていうのがあったと思うので、と今回のリーグ戦始まるときに目の色が違ったというのを聞いてましたね。ハルス選手としては大阪で、大谷選手と引き分け、これで失点1になったわけで、この時点ではもう後がないという意識はありますか。そうですね、でも1つ落としたらもうやばいんじゃないかなっていうのが最初の読みだったというあれだったんですね。そういう意味では、あの大谷さんというのはもう1つ落としたに等しい。そうですね、本当にこう敗戦の陣だったっていうのがありますね。しかしそれにしてもあの大阪の30分交代の引き分けの熱湯でまたしても左腕のダメージが変わってしまったと。そうですね、この時本当に左手をつってるような状態でしたしね。痛み止めがこの時だから2時間、試合の1時間前に入院から帰ってきたので、少し試合の時に影響が出ないようと思ったんですけど、とにかく、もう5時台から試合をやるときにいつも、とにかく大きいから扱いきれない時があるんですよね。普通の大きさの人間のところを考えてみたら、それ以上の返しっていうのがありますね。攻めていても余計なスタミナを使うっていうことになりますね。それで変わるほどと思ってた。ベリーというベリーです。やっぱり力があると高さが違いますからね。そう、コンクリが持ってきますけど、もう背筋の力だけで後ろに投げてるというような感じですよね。これ危ない。なんと発展感ですね。3m の高さから振ってきました。これはですね、これ本当に受けた人じゃないと分からないと思うんですけど、こいつが飛んでくると戦艦が空から降ってきてるような、そんな感じなんですよね。ミサイルとかそんなんじゃないですね。今の一発でもう完全にブリッキーですからね。もっとこれ記者席ですよ。一発一発がきついですからね。はい、一つ食らうと普通想像の何倍のダメージってありますね。スチールの付け合い一発でもう消し終えてしまいました。実際今回の予選というのはちゃんと上下ポイントも数えるようになってますから、はい、下手すると連続負けっていうことがありますからね。そうですよね。そういう負け方ってのは絶対したくないし、はい、負けは負けで失点に変わりないですからね。また本当最近こういうのが相手が痛めてるところがきっちり攻めてくるようになりましたしね。前は大学相手が怪我してる関係なしに、はい、お金なしでですね、力でグイ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 押してきてたんですけど、またそういう無駄な攻めっていうのがなくなりましたね。はい、自分のレスリングを計算できるようになったということなんですね。無駄なスタミナの浪費はしないし、はい、その分相手に確実にダメージを与えるっていうのがすごく、そうなるとブラジエーター自身のポカは当然なくなりますよね。そうですね、前ほどこう相手のミスを誘っていくってことが難しくなりました、はいはい、場外で暴走してしまうというケースも以前はままあったんですけども、最近は見られませんよね。本当になくなりましたね。どんなに荒くるっても最後はきっちりゲーム上でフォールを取りに行くと。食べました。甘くないですね、クレジェイティン。こういうことが平気でできるというのはこいつの強みですしね、はい、それがやっぱりこの FMW で5年間身につけた知恵と言いますかね。無駄に過ごしてないですからね。公式リーグ戦でもこれは勝つための手段としてはもう非難できるものではないですよね。要するにもうレフリーが認めなければ同じ部分にならないからですね。この辺は左腕のロ
スしたままです。自分の全体重が左肘にかかる。本当にこの痛みって想像絶するんだけどですよね。この辺は大谷選手とはまた違うグラディエーターならではの破壊力ですよね。そうですね、もうやっぱり、鉄柱の使い方にしてもうまいですよね。これは厳しいぞ。ってやるって言ってますね。さあ完全にグラジエーターコースです。きついですね。ハヤブサ選手はハヤブサに変身してからこれが初めての札幌大会。そうですね、以前朝一時 FMW 時代から見たらこれは何年ぶりになるわけですか。そう3年ぶりぐらいですかね、確か。とにかく久しぶりにこう足場君の札幌で、あの人は本当にこう細かい反則っていうのを有効に使ってくるようになりましたね。とにかく初めての札幌でみんなに納得してもらえるだけの成果を見せたかったの、見せようと思ってたんですね。必要に攻めてます。もう久しぶりの札幌、札幌に帰ってきたんだという感傷にもう浸る暇を与えないというかですね、本当に厳しい現実だけをきっちりと見せてくれますよね。でもこれが今の新生 FMW の現実ですよね。やるしかないという泣き言言ってるんだったら少しでも前に進むしかないっていうのは本当に現状ですし、そこに耐え難に入ります。また流れの状況、クラシータの流れの状況全然違いますからね。そうですよね、乗られるだけで一つの技になるという、いわゆる耐え難が耐え難が足り得るという、本当そう、上に岩が乗っているようなもんですね。この時は本当に完全に意識がなくなりましたね。さあ殺人ジャーマンですね。これはもうジャーマンと形容しない方がいいかもしれませんね。この映像ね、投げっぱなしの、なんていうか、こう押してましたっていう、もう同じ技でもこいつが使うと一ランク上の技になりますからね。そうですね、前みたいにこう自分で勝手に暴走してスタミナをロスするってことが少なくなりましたね。やってみたけど、しかしハヤブサ選手のこの執念といいますかガッツといいますか、試合前にハヤブサ選手と会った時にですね、女子のインシテスマッチがありまして、その女子の控え室でウィクロー選手のところをハヤブサ選手が訪ねたんですけども、とてもじゃないが控え室に入れなかったと。そうですね、言っていらっしゃいましたね。自分がやっぱり怪我してて辛い体勢の状態にあるっていうのは、そう本当にこう、あの理想って多少なりやっぱ弱くなってるところがあったんですけど、はい、それでやっぱり女子のああいう姿を見た時にこれはそうですか。そうですね、でその分やっぱり自分の肘まで通用して、あの工藤選手たちの血まみれの姿、ハヤブサ選手にすればもう家族ですよね。その姿が火をつけてくれたような部分ってありますか。そうですね、やっぱり女子のみんなですら、やっぱりこうやって一生懸命やってくれてるんだって、僕は意地でもこうなんとかしなきゃいけないんだなって、負けちゃいけないんだってそう思いました。だから動かないはずの体でも、リングハヤブサの格好してリングに立てば、なんとか動きますしね。
かし札幌、ここまで来るのも林選手にとってはやっぱりこの公式戦の道のりというのは長かったですか。そうですね、このシリーズ、このシリーズ本当に長かったですね、うん、序盤の方で怪我しちゃいましたから、うん、まず公式戦の日程が決まった時点で、うん、この札幌のグラジエーター戦はやはり一つの天命山として考えているわけです、ね、やっぱり前回八王子で完全に決まった。そうです、どうしても急いでるんですよね、そこに至るまでの畳み方がないというか、やっぱプロセスっていうのがやっぱりありますから、それをちゃんと踏まないことには、はい、せっかくの技の無駄になりますね。ありがとうございます。クラークされた、かろうじて足で着地できましたか、ね、これはだからギロチンを狙ったんですけども、はい、やっぱり逃げられたっていう感覚があったので、はい、立とうとしたんですけど、立ち切れないんですよね。ヘディキンスコーチを乗せ、あっさまの早めです。それから本当に一つ一つの技の破壊力をどんどん増してきてますよね。これ一番の手の抵抗が、一番の畳みかけがすごいんですよね。ハリス選手のウォークは今この時点では何キロぐらいなんですか。ちょっとですね、それはもう100キロ以上の感覚一気に乗ってきますからね。しかも空中で一旦転換してグリップを変えるという、まあ、本当に普通の浅野とは別の技になってますよね。このアングル浅野みたいなんですけど、はい、あれはすごい怖いですね。クリコスに入ってますよ。それを切ったら万事休すだ。あっと、これは本当に生きないように、本当に反射的に体が少しだけひねって、視線の返しですね。一つ間違いがですね、スリーカウントどころか、はい、本当に命まで一生のリフが、そうですね、逆に顔面から叩きつけられてそのまま負けてしまうという、ウルトラのカナマン入りました。どうですかこのフィニッシュを今改めて見て、本当によく入ったなって、入ってくれたなって思うわけですね。かろうじてという、うん、要するに今の形ですぐ俺が上に少し乗っかったから、はい、決まったっていう、うん、これがあと1秒2秒遅れてたら、そうですね、やっぱり相手が頭に乗ってたので乗り立ったので、僕自身もこの時頭に乗ってたんですけど、どう見たって、はい、この風景を見れば勝ったのがどっちかっていうの、田中選手も確認してますね、勝ったのかというような、スリーカウントが入った瞬間というのはもう取ったという気持ちはまだ全然わからない。がっちりと握手です、うん、この状態にしてみれば試合の前に2人が新しいホームラインの歴史を作ろうと、それができたという、もちろん負けた悔しさはあるものの、そういう達成感といいますか、つながったのかもしれませんね。そうですね、大事なことはこれからどんどん持っていって、はい、持っていくというのを目指していきたいですね。そうですね、こうやって札幌のお客さんとかもすごく温かく僕らのことを迎えてくれましたし、ハイブサ選手この時点でもう泣いてますね。そうですね、実に4850人のお客さんですからね、本当に自分の中でそんなにたくさんの作品に出たっていうのを思ってましたし、でこの人たちはこうやって応援してくれたらしい、はい、この試合の一番結果だと思いますよね。一つそれを手につけると、やはりそのハイブサ選手の言う胸いっぱいのプロレスになるんですかね。そう、それがやっぱりファンダビューのプロレスの本当になるところなんじゃないかと思いますか。グラジエーターの勝ちと、このお客さんとの団体感、新生ファンダビューになってから初めてのこの超満員4850人というお客さん、札幌で得たものちの大きかったでしょうね。そう、本当に崩れてきてしまいました。現代超えてますね。そうですね、
自分の限界と気持ちの限界とまた別ですから、はい、胸いっぱいの顔を見せてもらいました。さあ9点後札幌で悲願のブラジルを堪能を果たしたところで早稲田が単独トップに9点を獲得しました。でまたグランドスラムが続きます。またここからは日本ですからね、はい、さあ早稲田選手、ここからですね、今度はビデオはパート2の方に移ります、はい、パート2の方でも解説よろしくお願いします。ありがとうございました。新鮮 FMW は皆さんが応援してもらえる限りは胸いっぱい突っ走ります。新鮮 FMW をよろしくお願いします。Hayabusa, I admit it. This time, you beat me. You pinned my shoulders to the mat. You got the 1-2-3 on me. You're a great competitor. You're my toughest opponent. I fought guys like Big Titan, Tarzan Goto, even Atsushi Onita. But no one can take the punishment. No one, I said, can take the punishment like you can. I gave you everything I had tonight, and you still beat me. You still beat me. Well, next time we get in that ring together, I got a few surprises. I won't make the same mistakes I made tonight. Next time, I'm gonna beat you. And tonight, I think tonight's match will go down in the history books. Right now we're creating legends. But next time, I'm gonna beat you. Cause next time you will feel the wrath of the Kamikaze Awesome Bomb. And that's all I got to say. Kanda Rigu-san, 優勝するしか。優勝するしか。練習するしかないんです。からだろ。大将は覚悟してますから。何が何でも相手が誰でも絶対に負けません。必ず優勝します。新生になって初めて北海道の方に来たんですけど、みんなファンの人たちが僕らのことを待っててくれたっていうのがすごく嬉しくて、試合の方でちょっと話聞きますけど、女子いる施設さんも みんなができる限り胸いっぱい試合やってます。それしかできないんですけど、それを応援してくれるファンの人がいれば
ジム。